タッチザイヌカルチャーオンライン DJ ハイジのミュージックアンセム豊川陽子編始まりました。 DJ ハイジのミュージックアンセム。私は今札幌市内にありますライブハウスに来ています。本日はユニットやソロ活動など幅広く活躍し、自身のルーツであるアイヌのウポポやアイヌの舞踊を取り入れたバンドニンチプのボーカルを務める豊川陽子さんをお迎えし、アイヌ音楽を独自の解釈でポップスへ昇華するなど、その音楽への思いについて詳しく聞いていきたいと思います。それでは早速お呼びしましょう。豊川陽子さんです。よろしくお願いします。まずは自己紹介をいただけますか。はい、豊川陽子です。ニンチュップのボーカルをしています。あとは交渉文芸という長いお話とかも語ったりしています。二児の母でアイヌの薬膳シケレベカレーというものを作ってデリバリーしています。本日はよろしくお願いします。お願いします。まずはですね、豊川さんの歌声を事前に聞かせていただきまして、その特徴的な歌声というのが耳に直感的に入ってきました。ポップスはポップス、アイヌ音楽はアイヌ音楽ではなく、その2つをこう融合させることになったきっかけっていうのは何かあったんですか。初めはもう全然別々に歌ってたんです、はい、ただアイヌの歌は声だけで歌ったりしてたんですけど、本当に友達が出るイベントをお客さんで見に行って、でその時に 歌わないって言われて、飛び入りで歌った時に、はい、サルキウシナイっていう歌をそれの音楽に合わせてみたら、すごい自分でもいいなと思って、そこから結構いろんな歌を合わせて歌うようになったりしました。ご自身でも発見っていう感じだったんですかね。 そうですね。そんなアイヌの歌に込める思いというのはどんな思いですか。すごい、発音もそうだし、いろんな難しい喉の使い方とかも全然もうまだまだで、もっともっと勉強しなきゃ、練習しなきゃいけないんですけど、本当いろいろこう今まで大事にしてきた先輩方とかに恥かかせないようにとか、あと子供たちもいいなって、自分も歌ってみたいなって思ってもらえるように、これからも一生懸命勉強して練習していきたいと思います。そんなアイヌ音楽、豊川さんにとってはどんな存在ですか。もう今はもう生活の一部ですね。なくてはならないものです。今日はそのアイヌの歌を披露していただくわけなんですけれども、今日歌っていただく歌はどのような歌なんですか。はい、まずアイヌのウポポの、メドレーなんですけど、ウタリオプンパレワっていう曲歌で、みんな立ち上がって踊りましょうっていうのと、サルキウシナイ、ヨシが生い茂ったコタンの歌と、フッタレチュイという女性が長い髪をこう振りながら踊る踊り歌なんですが、とても激しい踊りなんですが、はい、昔は心臓比べの踊りと言われたそうで、誰かが倒れるまで踊り比べをしたという話も聞いたことあります。そうなんですね、はい、どんな歌なのかすごく楽しみですあとはもう一曲披露していただけるんですよね。はい、ドアという私のオリジナルの曲なんですが、はい、そのドアに込めた思いというのは、今いろんなアイヌの歌と自分の歌とかをこう織り交ぜながらやっているライブがあるんですが、そういうライブを展開してやってるんですけど、ちょっとそのドアっていうのは自分のルーツとかにまだ自信が持てない心の葛藤とかを歌にした曲なんですよね、でそういうなんかこう物語に、ライブを物語にしてるんで、そういうのをこう取り入れながらやったりするのにちょっと歌ったりしてます。そうなんですね、はい、今日はその2つの曲を披露していただけるということなんですね、はい、ありがとうございます。自身の中にあるルーツと新たな世界への旅立ち、
その両立する強さ、こういった楽しいお話を今日は聞かせていただきました。その思いの歌をこの後披露していただきます。それでは豊川さん、ご準備お願いします。それでは準備が整ったみたいですね。豊川さんには2曲披露していただきます。豊川陽子さんでウポポ、うたりオプンパレは、サルキウ市内、ふったれ注意、そしてドア。うたれオプンパレは、リムセレアンゴアオアオホイ。忘れてしまうような音を聞く。
したよ、ずっと逆の森で夢見る。おん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 。アイヌの伝承歌謡ウポポとアイヌの歌を現代風にアレンジした豊川さんの歌、とても素敵でしたよね。 DJ ハイジのミュージックアンセムでした。全3回の放送を終え、たくさんの音楽と出会うことができました。タイトルにあるアンセムという言葉の中には応援歌という意味も含まれています。各地域の特色が色濃く出る歌というものを通して、私は勇気や力をもらうことができました。数多くの方にこの歌が届くことを祈っています。それではまたどこかでお会いしましょう。